スはちゃんと自分の席を若月と山座の間に据えて待ち構える態度だ。おい、敵も去る者だぜ。今日もヘドを吐かしてやろうぜ。若月と山座は互いに背を叩き合って四年祖の左右に着席した。四年祖は孤軍奮闘、悲壮な覚悟を決めたと見えた。